静岡事件は、1886年、自由民権運動の中で、静岡その他で発生した、激化事件である。自由党の総始らが、明治政府転覆、交換暗殺を企て、約2年間にわたり、軍資金調達のため強盗を行い、逮捕処罰された。中心人物は、静岡の港昌太郎、山岡温港、浜松の中野次郎三郎、愛知。 岐阜の広瀬茂雄、小池伊佐村である。目標は政府転覆であった。彼らは資金確保と組織の強化を目的とした銀行強盗を引き起こした。日本各地での一斉放棄が当初の目的であったが、政府による鎮圧が相次ぎ、1884年に港、広瀬、小池が飯田事件で逮捕されたことをきっかけに強兵を断念して、 少数の者による大臣などの要人の暗殺に方針を転じた。計画は伊藤博文首相以下各大臣を箱根離宮の落成式で応殺しようというものだった。警視庁による事件関係者の一斉検挙が始まり、東京での要人暗殺計画は未然に発覚し、関わったメンバーは逮捕された。 司法当局は、政治犯ではなく強盗犯として扱い、1887年7月に、被告25人に対し、最高で、時計15年の判決が言い渡された。1897年1月、英商公体合死去に際しての退社原刑にくし、山岡温庫ら8名は出国することができた。山岡温庫は出所後アメリカシアトルに移住し、そこで、 東洋貿易会社という企業を設立して事業を行う傍ら、ワシントン日本人会会長など、シアトルの日本人社会で養殖を務めた。山岡の子息が極東国際軍事裁判で弁護人を務めたジョージ山岡である。広瀬茂雄は、爆心のヤ部七郎左衛門の子として生まれ、静岡の小学校教諭を経て、東京に留学、自由民権運動に触れ、 1879年に、静岡県氏族、広瀬秀夫の養子となって、家督を継ぎ、事件当時は、地元市の記者の片原ら愛知、岐阜県下で、政治演説会を開いていた。当時、洋歌広瀬家の娘たちは、森有り磯野家の妻であったが、事件後、姉は離婚、妹は休止した。1897年に、広瀬も、栄城皇太号死去の恩赦で釈放され、 司法大臣、清浦敬吾による黒田清高総理大理への上進により広瀬ら13名の貢献回復も認められた。港翔太郎は旧幕臣の長男として生まれ、静岡県庁を退職して、学難自由党に入って自由民権運動に関わった。御社の前年に極中止した。ありがとうございます。